こんにちは、品川です。今ね、馬車に乗ってます。まあ、ということで、今日はですね、まあ、あなたが成功するためにすごい大事な話をしたいんですけど、私の、そうですね、3年前ぐらいに聞いて、すごい大事にしている言葉があるんですね。で、その言葉は、Leave everything on the field today っていう言葉があって、まあ、その今この瞬間に全てを、全力を出せってことですね。疲れるからセーブするとか、このぐらい恥ずかしいからセーブするとか、そういうことであなたは、力をセーブしてないですかね。まあ、今ですね、この馬車の中に、12、3人ぐらいのお客さんが乗ってる中でですね、まあ、一人でこうやって動画を撮ってるんですけど、こいつ何一人で喋ってんだって思われながらですね、話してます。で、まあ転売ですね、転売は私は教えさせてもらってますけど、まあ、これほど簡単なビジネスっていうのはないんですね、実際。ただ、そうなんです。簡単っていうのはその理論的に、作業的に簡単っていうだけの話で、結構その、恐怖を乗り越えなきゃいけなかったりとか、マインド的に結構ブロックとかもあるので、誰しも簡単にそのチャリンとお金が、儲かるというわけではなくて、それなりに克服しなきゃいけない、ポイントはあります。でもね、やっぱり結局やるかやらないかだけなんですね。だから、まあ、時間をかけてですね、やるってことなんですけど、ちょっと例えば 2,3 時間やって、アイテムが見つからない、これでいいのかなとかじゃないんですね。1日もうそれこそ休みの日だったら12時間とか16時間とか、もうぶっ倒れるまでですね、パソコンでもう目が見えなくなるぐらいまで調べまくって、それでやっと儲かる商品が1個見つかるとか、そういう時だってあるんですね。なので、それこそ疲れるとか肩こりが痛いとか、そういうことじゃなくて、もう仕事をやってる途中でもう倒れてしまうぐらい、それぐらいやらなきゃ、そんな簡単には、まあ、儲からないよということですね。まあ、ちょっと極論なんですけど、まあ、実際は簡単なんですけど、ただ、マインド的に、辛いなとか、ちょっとブロックがかかっているような場合は、今みたいな話っていうのも、実際真実なので、Leave everything on the field today ですね。あなたが持っている力のすべてを今日この場所に、今その場所に、1秒1秒全部の力を、そこに叩きつけるということでやればですね、できないことなんか何でも一つもないと思います。ですから、その思いをですね、忘れずに取り組んでいただければ、どんなことでも叶えられると思いますので、忘れずにですね、まさに今からですね、全力を出し尽くして、で、今日の仕事が終わったら倒れてください。そうすれば、全てうまくいくと思います。それでは、さよなら。